熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。昨年のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。2023シーズンのロアッソ熊本の選手、監督、スタッフの登場です。1月14日にロアッソ熊本新体制発表イベントが行われました。新加入の12人を含む全選手29人が出席したイベントでは、およそ650人のサポーターを前に選手それぞれが意気込みを語りました。背番号21番の豊田歩夢です。今シーズン中央大学から加入しました。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、駒澤大学から加入しました背番号22番相澤優也です。全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号23番佐藤優也です。今年も楽しみましょう。背番号24番の江崎拓郎です。今年も1年間よろしくお願いします。今シーズン日本体育大学から加入しました東郷翼です。背番号25番東郷翼です。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。金谷体育大学から加入しました背番号26宮崎海斗です。昨シーズンは、ダゾーンで悔しい思いをしたので、今年は J1 昇格しましょう。よろしくお願いします。背番号27番谷山優斗です。チームメイトからたくさんのものを吸収してロアッソ熊本の戦力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。背番号28番の年田優生です。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ユースから昇格してきました背番号29番道脇豊です。全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。背番号30番の東山達樹です。今年はユニフォームのサイズを S から M にしたので、そこのピチピチ具合にも注目してください。お願いします。イベントではサポーターからの質問に選手たちが答えるトークコーナーがありました。今週はこちらの10人のトークをお見せします。高校または大学とプロの違い、もう練習が始まってますからね、はい、どういったところが違うのかというのを聞きたいということなんですけども、はい、これは新加入の選手、そうですね、新卒の選手に聞きたいなと思いますね、はい、それでは豊田選手から。やっぱり一番違うなと思ったのは、はい、全身筋肉痛になったところです。全身筋肉痛になりました、はい、ってことはトレーニングハードっていうことですかね。はい、ハードです。相澤選手いかがでしょう。はい、自分が感じたのはやっぱり一つ一つの技術のところとプレー強度の違いのところかなというふうに思います。なるほど、やっぱりね、技術強度違うんですね。そうですね、はい、東郷選手、指導5日目ですけど、まあ、全て違うなって感じてて、まあ、一日必死に食らいついていくので必死です。さあ宮崎選手、お願いします。覚えることが多すぎていつもわけわからなくなってます例えば覚えることってどういったことなんですか。ブラッシング、ブラッシングとか。大木監督笑ってます。笑ます何も覚えてねえじゃねえかって大木監督が言ってますけど。さあ続いて道脇選手、お願いします。高校または大学とプロの違い、どういったところが違うのかというのを聞きたいということなんですけども、はい、さあ続いて道脇選手、お願いします。プレーの強度が一つ一つ高くて、自分も筋肉痛で足がもう動きませんもう動かない。足がもう ここまで、ね、歩いてこられましたからね。そうですね、はい、はい、どんなプレーに注目してほしいかを聞きたいということですね、はい、佐藤選手、点取った時のみんなの注目はフォワードの選手に行ってるけど、はい、俺のちっちゃいガッツポーズ皆さん見逃さないでください。ちっちゃいガッツポーズやってますよ佐藤選手は。ちっちゃく。さあ続いて江崎選手、自分はやっぱみんなほど技術はないので一生懸命頑張ってるところを少しでも見せれたらなって思います。がむしゃらにね、
頑張るところ綺麗な顔なんですよ。ねえ、がむしゃらなプレー期待しましょう。そして谷山選手、はい、お願いします。僕はゴールに直結するパスであったり、うん、今年は連続したプレーをもう意識しようって思ってるんで、連続したプレーに注目していただきたいです。そうですね、プレーに期待しましょう。年田選手、はい、いかがですか。今年はポストに当てずにちゃんとネットを揺らします。枠内で、はいね、うん、素晴らしいシュートありましたからね。そう東山選手、最後にお願いします。ドリブルと足元の技術を見てくださいと、ユニフォームのパツパツ具合ですよね、はい、しっかり注目したいと思います。はい、それでは21番から30番の選手、ありがとうございました。ありがとうございました。シーズン開幕を前にオフィシャル写真の撮影が行われました。今回特別にその様子を取材させてもらいました。はい、笑いましょう。そうそう、もっともっともっと、うん、あ、いいいいいい、終始和やかな雰囲気で撮影は進みました。一番盛り上がったのは SNS で特定者を紹介するための写真を撮るとき、選手たちはそれぞれの決めポーズを考えながら撮影をしました。どうしようかな、決めポーズ。いや、もう決まってるやん。早くやってよ。これでいいですか。いいですよ。いきます。はい、いいよ、目線入れよう、目線入れよう。これいいか、これいいですかね。いいよ、いいよ。自分に決めたくないみたいな。あれ自然に出るやつだばっさないじゃん、ないじゃん、別にない。これでいい、それでいいよ。シャーシャーシャーで出たよ。シャーで出たよ。後ろにゴールって出たよ。シャーで出たよ。あ、いいいいと。どっち系に行く、可愛い系、かっこいい系。いや、可愛いでしょ。かっこいいはさ、だってさ、もうさ出してるわけじゃん、その前に。だから可愛いのを見たいわけよ。でもさ、得点いっぱい今年決めるから、ちょっといっぱい出てもいいよな。出ても機会だから。まあ、2回じゃあチーム的にも良くないから、2回は2回2回出ても飽きないぐらいの。よし、3回目だら飽きるぐらいの、もうこんな次のもうインパクト伸ばして、うわ、3回目はこれいらんなぐらい、だから2回カニやもんな。あれいい、やばい、ちょっと手伝してそうそうそう、イエス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 、それそれそれ。あ、お前フィリちゃん、お前なんだよ、どんな写真が完成するのか期待しながら待ちましょう。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのは FC ノルド熊本。広げて広げて、あー、おー、いいか、素晴らしい。2022年にできたチームで熊本市北区で活動しています。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。星倉春馬です。パーフェクト狙います。
2本続けて成功。このまま記録を伸ばすことはできるのでしょうか。なんと3本続けて成功。最高記録まであと1つ。わずかに外れてしまい後がなくなりました。ここでチャレンジ終了ということで記録は3つ。おめでとう。イエーイ。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。2023ロアッソ熊本シーズンシートファンクラブの申し込み受付中です。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご覧ください。今シーズンもロアッソ熊本を応援しましょう。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。